皆さんお待たせしました。そろそろ始めていきますので、アンケート用紙今のうち1番から4番までご記入お願いいたします。はい、ではそれでは皆様お待たせしました。では早速ね、肩もみワークショップを始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、最初に、ね、始めていくんですけど、本日こちら肩もみワークショップ、ね、アシスタント進行担当の相良と申します。よろしくお願いいたします。はい、でね、今日先生のケンさんですね。はい、まあ、今日はちょいちょいカメラ回してるんで、あんま気にしないでください。気にしないでます、ね、空気だと思ったから大丈夫ですか、ね、ひどい。いや、そんなことない。参加すればするほど数増えるって、まあ、結構リピーターの方はもうすでにね、5枚とか6枚とか持ってるね、まあ、逆に使い切れないから配って、そう、お友達にね、ありますけど、ぜひお友達に余ったから、肩もみ。回収せずに持って帰って、ね、そういうパターンもあります。肩もみのポイントっていうのがまずね、3点ぐらいございまして、これだけ軽く説明した上で、肩もみ早速始めていきます。うん、はい、肩もみワークショップではもうケンさんのね、この肩もみも決まってましてね、このとりあえず3つのポイントをまず逆あ、逆、反対緊張してるみたいな。はい、ちなみに肩もみのポイントはね、全部で3点ございまして、はい、このね、見てもらって、このね、黄色い点が乗っている剣聖っていうところね、剣聖と剣中湯とこの剣外、もうぶっちゃけ言いますと、この3点だけ押さえてればとりあえずは大丈夫ですね。うん、まず今日は目標としましてね、この剣聖だけでもいいので、初回の方はね、まあ、2回の方はもうその他プラスいってほしいんですけど、まずなんか受けたい方といいますかね、うん、マッサージ受けたい方は先着順ですので、まあ、この椅子ある分で結構ですけど、もう先に座っていただければと思います。自分のやつをかけて、じゃあこいつマッサージ経験者の方です。もう面白いですね。魔法のレモンみたいな。でもどこでもできます。どこでもマッサージです。あ、けど今日多分9割ぐらい外すじゃないかなと思う。経験者です。わっ、だからね、合わせてもらって、合わせた位置が分かんない方は挙手お願いします。下をこう向いてもらって、自分でここに出るやつですね。仕方のポイントは書いてあるんですけど、ゆっくり大きくね、遅刻ってことで、あまりこうやってブシブシやるとね、雑になっちゃうんで、一度押せばその仕組みはこの辺りです。月にもちろんそうなんです。マッサージされてるんです。で、その際に1人ずつでいいんで、あの方よかったよっていうのを僕に言っていただいたら、僕は性能値でチェックつけるんでね、そう、名前分かんなかったので名前確認してもらって、よかったでしょうか、ちょっと確認してもらって。今日はいかがでしたでしょうか。いや、最高でした。本当ですか。次回はどうやって予約したか、お知らせしますので。たまたま見つけただけだった、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。すごい勉強になりました。はい、はい、またすごい楽しい空間で、はい、本当にポジティブに学ぶことができたので、また次回も行きたいと思います。はい、でも初めてすぐにもうなんか場が和んだのがやっぱすごいな。これやっぱマッサージパワーだ。そうですよね。はい、可能です。はい、また来てください。はい、また来ます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。はい、肩もみワークショップどうでしたでしょうか。今日はやっぱり日頃から人に触れる仕事はしているんですけども、これまでやってたのとはちょっと違う感覚っていうのを今日つかめたので、また明日から生かして仕事に励んでいきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。チャス、お疲れ様です。今日はいかがでしょう。しょ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 、いや、よしよしよし、いや、楽しかったですね。久々になんかマッサージして、ええ、もうマッサージの世界からね、ほとんどもうこうね、ちょっと足をこう上がってる、こう参加者の気持ちで来たら、まさかこっちの立場だったそうですよ。びっくりしました、はいはい、でもなんかすごいみんな上達してたんで、はい、なんかそれが伝わったのかなと思って、よかったです。僕もはい、今日はね、どうでしたか、肩もみ化しとは。いやー、でも僕初めてだったんですけど、いやー、ほんと結構奥行きもあってすごい広くて、はい、まあ、動画で見てたんですけど、はい、やっぱり実際来てみるとより広さを感じて、はい、まあ、でもちょっと今日はいつも人数少なかったんですけど、すごい少人数で、はい、みっちりできた感じがあったのでとても良かったです。はい、まあ、僕も早くこの T シャツ欲しいです。はい、そうよね、YouTube スペース東京の時にね、渡すから。はい、はい、じゃあ僕これから頑張りますので、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。おはようございます。